はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日もウェルリンクスラジオのお時間です。さあ今回はですね、最弱の UR カードランキングイベント3編、こちらやっていきたいと思います。前回ですね、パックさんストラック3編はやったので、リンク概要欄に貼っておきますが、前回ですねご好評を結構いただいておりまして、イベント3編をやってくださいというコメントありましたんで、イベント3編の最弱の UR カードね、こちらをちょっと発表していきたいなと思っております。今回私デュエルリンクスに存在する UR カード全てに目を通してきまして、その中でも最弱界トップオブトップに君臨するイベント3編のカード4枚をですね、独断と偏見により、ご紹介していきたいと思います。ランク戦報酬でもらえるカードとか、イベント3でもらえるカードに絞っておりますので、この辺ちょっとご了承いただければなというふうに思っております。では行きましょう。第4位、ジェスターズパニック。これ未用 CG カードなんですよね。実は、効果、相手の魔法トラップゾーンにセットされたカードを1枚選択して確認すると、で自分の手札から同じ種類のカードを相手に見せて選択したカードを破壊できますと。でこの効果でカードを破壊した場合は、自分のフィールド上のレベル2以下の魔法使いのモンスターは、このターン相手プレイヤーに直接攻撃ができますよというこうな、カードなんですが、そもそも破壊するのにその手札に同じ種類を用意しておかないといけないという時点で、まずコストがいると、コスト必要みたいなもんなんで、そもそもきついという話と、セットカードを破壊したいんだったら、その今デュエルリンクスって、結構インフレも進んできてまして、割と多いんですよね除去カード。例えばギャラクシーサイクロンとかゴズミックサイクロン、ナイトショット、あと最近サイクロンも実装にありまして、あと局所的ハリケーンもありますし、このセットカードを破壊するっていう効果であれば、別にバック除去のカードはいっぱいありますと。でダイレクトタックがしたいんだったら、なんかシールとか財宝への隠し通路みたいなのがありますんで、なんかねこのカード中途半端なんですよね結構。で、ネタレッキ選手権みたいな話をすると、ジェスタークイーンっていうねモンスターがいまして、そいつと一緒に使うと相手のバックを除去しながらダイレクトタックができるようになる激ヤバデッキができるんで、一応使い道はなんかあるなと思って、このカード第4位に、しました。使われたことはないですね、使ったこともないです。第3位、現世と冥界の逆転。これ発動条件がきつすぎるんだよね。これ今ね現状ですね、このカードの効果、このカード名のカードはデュエル中に1枚しか発動できないと。お互いの墓地のカードがそれぞれ15枚以上の場合、1000ライフを払うと、自分のデッキと墓地のカードをお互い入れ替えてシャッフルするっていうデッキをっていう効果なんですけど、これきつすぎるんですよね今。自分の墓地が15枚以上になるっていうのは結構あるってか、頑張ればできると思うんですけども、相手の墓地が15枚以上になるって結構デュエルリンクスでも難しいんですよ。お CG はそうでもないか、結構リンク召喚とか連打すれば15枚以上になってるかもしれないんですけど、割とですねリンクスでお互いの墓地が15枚以上っていう条件満たすのめちゃくちゃむずいんですよね。でこれエラッタ前は、実は現世とメーカーの逆転でエラッタされてるんですよ。エラッタ前は処刑人マキュラっていう、処刑人マキュラもエラッタされてますけど、処刑人マキュラとのコンボで先行デッキ破壊ワンキルっていうのがね可能だったんですよ。これ現世とメーカーの逆転、そもそもそのお互いの墓地が15枚以上であるみたいなルールがそもそもなかったし、エラッタ前は確かね自分の墓地が15枚以上だったら発動できるみたいな、ただ相手の墓地が15枚じゃなくてもいいよみたいな感じだったんで、まずそもそも発動条件が緩いと。で、処刑人マキュラも選った前だったんで、そのマキュラが墓地を送られたターンはなんかトラップカード手札から発動できるよみたいな感じだったんですよ即座にね。なので先行初手いきなり、マキュラからの、現世とメーカーの逆転を使いまして、相手のデッキと墓地のカードを入れ替えると、相手のデッキがいきなり0枚になると、いきなり0枚になって相手のドローフェーズ行くんで、ここでデッキアウトでライバルでアウトで勝てると、こういうねクソみたいなワンキルが昔はあったんですけど、そのワンキルがうざすぎて、とかうざすぎてっていうか強すぎて、なんかそんなのデュエルじゃないじゃないですか、壁とやってろっていう案件じゃないですか。なのでその壁とやってる案件が多発したので、このエラッタになりましたと。なので今はめちゃくちゃ弱いです、めちゃくちゃに弱い、この一部のねせいで、クッソ発動条件がきつくなっちゃったんで、もはや誰も使ってないっていうか、俺も使われたことないし、デュエルリンクスやっていてこんだけやってますけど、いや使われたことないし、使おうと思ったことさえもあんまないっていう話なんですね。まあ選った前のカード作ったやつの感覚がバグりすぎてるっていう話はあるんですけど、
このカード相当悲しみ背負ってるんでね、まあ、第3位となります。第2位、サテライトレーザー X06S バルサム。こいつ実はね、ミオ CG カードらしいんですよ。私の動画よく見てくださってる方であれば、まあ結構いろんな環境外デッキ選手権とか、まあ動画でもこいつ使ったんで、まあ見てればわかると思うんですけども、衝撃的に弱いんですよ。このモンスター。そもそも、まずサテライトキャノン ×3 っていう融合召喚条件のきつさ。これがそもそもきつい。で、もちろんですね、融合召喚でしか特殊召喚できないという制約がついてますんで、まあ、今禁止ですけど、デビルフランケンとかから出すこともできません。はい。幻想の召喚師とかから出すこともできません。特殊召喚は融合召喚でしか、できないんで。で、サテライトキャノンってそもそもですね、耐性があるんですよ、実は。融合素材の方の。あっちはですね、レベル7以下のモンスターとの戦闘では破壊されないよっていう、耐性がついてるんですけども、なんか、融合したら、耐性消えるんですよ、こいつ。意味わかんなくないですか？その、もともと、レベル7以下のモンスターとの戦闘で破壊されないから、一応戦闘破壊耐性で頑張ってなんか打点上げていくみたいなコンセプトだと思うんですけども、サテライトレーザーに融合召喚すると、耐性全くなくなるんで、ゲロ弱くなるんですよ。で、一応打点アップ効果は少し強くなりまして、サテライトキャノンだったら1000アップしていくっていう効果なんですけど、レーザーだと3000アップしていくっていう効果になるんですよ。なるんですけど、そもそもですね、エンドフェーズに上がるっていう仕様上、こいつがね、まず融合召喚に成功したそのターンは、何もできないんですよ、だから。攻撃力が0、守備力が2000っていうモンスターで、まあ、エンドフェーズに3000になるっていう感じなんですよね。いや、そんな融合3体して、こんなの出して、エンドフェーズに3000になるくらいだったら、もうそもそもブルーアイズ出せみたいなね、話が、あるんですけど、一応効果はおまけ程度に貫通を持っています。はい。おまけ程度に貫通を持っている。改めて言っておきますが、僕はこういうモンスターは大好きなんですよ。こういうモンスターは大好きで、こういうモンスターを活躍させたくて、こういうランキング動画を作ってるまでありますからね。勘違いしないでいただきたい。弱い。だからこそ愛しいという、そういうことです。バルサムさん、救ったんで、よかったら動画見てください。第1位。エレメンタルヒーロー、エリクシーラー。いや、きつい。そもそも融合召喚条件きつすぎるだろ。エレメンタルヒーロー、フェザーマンプラス、バーストレディプラス、クレイマンプラス、バブルマンっていうね、あまりにもきつい融合召喚条件となっております。で、こんだけ、なんか、要求してくるくせに、効果それだけみたいな効果してるんですよね。このカードは融合召喚でしか特殊召喚できませんよ。このカードの属性が風、水、炎、地としても扱う。まあ、だから一応風林火山とか、コンボは一応あります。で、このカードが融合召喚に成功したときにゲームから除外された全てのカードを持ち主のデッキに戻してデッキをシャッフルすると。で、相手フィールド上に存在するこのカードと同じ属性のモンスター1体につき、打点が300ポイントアップすると。あまりにも控えめな効果となっておりまして、打点、まあ、実質、まあ一応戻しますけど、デッキに除外ゾーンから。実質打点300か、なんかそれぐらいアップするだけっていう、かわいすぎる効果。本当、それだけですかって聞きたくなりますよね、皆さんね。一応さっき言ったように、その風林火山のコンボとかは使えるんですけど、このカードの出し方がもういかんせん、今のリンクスだと辛すぎるんですよね。バカみたいに辛いと。いうことです。ただですね、実は、このモンスターね、まだちょっとデュエルリンクスに来てないんですけど、救済案があるんですよ。エレクシーラー自体はですね、ちょっとぶっ壊れた無限コンボっていうのを持ってまして、チェーンマテリアルっていう、なんかデッキのカードを融合素材にできるよっていうカードがあるんですよ。チェーンマテリアルとフュージョンゲートを一緒に使うと、無限バーンとかができるんですよね。だから、まあ、ちょチェーンマテリアルっていうカードが来たら、まあ、ワンチャンエレクシーラーも、そのなんかグスタクマックスとか、ああいうバーン系のカード、キャノンソルジャーみたいなね、ああいうカードとかと一緒に使って無限バーンはできるのかもしれない。とは思ってますけど、まだまだデュエルリンクスにはですね、まあ、マテリアルもグースタクも、まあ、来そうにないかなと思うんで、まあ、これが実装されたらワンチャン救っていこうかなと思ってますけども、今は、現段階では、ネタレッキ選手権、御用達カードと、言っておきましょう。で、ネタレッキ選手権も、こいつ出して風林火山する程度では、なんかネタとしては弱いんですよ。だからめちゃくちゃ中途半端のモンスターと、なっております。はい。いかがでしたでしょうか。
まあ、救済系実況者としてね、これからもね、彼らは私が責任を持って救っていきたいというふうに思っておりますので、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。